あっちどっちそっち ABS。 この時間はスタジオにゲストをお招きしまして、お話を伺ってまいりたいと思います。今回は青山歌の家春の特別展、秋月明の愛した仏についてお話を伺いしたいと思います。自己紹介をお願いいたします。今回この企画を企画いたしました、東ミュージアム青山歌の家の学芸員、秋月大輔です。よろしくお願いいたします。秋月さん、この秋月明の愛した仏、龍谷ミュージアムのガンダーラ仏ですかね、里帰りを企画された理由を教えていただけますでしょうか。私の父が画家の秋月明で、はい、東ミュージアムの建物を建てた人ですけど、うちの父がその仏教テーマに絵を描いてたので、はい、そのガンダーラ仏も集めてたんですね。しかもかなり大量に。大量に。で、2010年頃、すでにその美術館を作るっていう話がうちの父から出てたんですけども、その時に龍谷ミュージアムを設立するっていう話があったんです。はい、それで、そこにそのうちのガンダーラ仏を、はい、寄贈してくれないかっていう話が、でその時私も知識がなくて、はい、ガンダーラ仏の何だろうかを全然知らなかったんですけども、はい、そこに寄贈されていくその仏さんたちを見てて、うん、もし美術館構想が実現したら、いつかこれを展示したいと思ってたんです。はあ、なるほど。それで、はい、めでたくというか、なんというか、美術館ができまして、はい、で、当初から文斗さんにこういう企画もできるよっていう話をしてて、で、今年、岡田財団から補助金もおりましたし、という感じで、文斗さんのおかげで実現したという。あ、なるほど。そこで東文化都市協会さんが中心となって、はい、そうだったんですね。で、先ほどなんかたくさんとお話しいただきましたですけど、特別展ではどういったその美術品が展示されるんですかね。何点ぐらいご紹介されるんですか。うちは今回は48点。48点。はい、それはガンダーラ仏だけじゃなくて、はい、中国の仏さんとか日本の仏さん、それから秋月明作品も展示するんですけども、はい、ガンダーラ仏だけでも、25点ぐらいになりますね。あ、そうなんですね。一点一点はこうね、貴重なものだと思うんですけれども、なんかこう秋月さんがこう特にここら辺見どころといいますか、そういった美術品何点かご紹介いただけますでしょうかね。ガンダーラ仏っていうのは、はい、世界最古にして最高の仏だと私は思ってるんですけども、はい、紀元2、3世紀の頃のギリシャ・ローマ時代のね、はい、ギリシャ・ローマの文化の影響が非常に強い仏さんなんですね。それは、紀元2、3世紀、前2、3世紀かな、アレキサンダーがインドの方にやってきて、はい、ほんでたくさんのギリシャ人を連れてくるわけですけども、はい、そういうオリエント文明の影響が非常にすごく強くって、そこでその、紀元前500年ぐらい前に釈迦が生まれて仏教が生まれるんですけども、はい、500年間は仏は作られなかったんですね。あ、でそのガンダーラの人たちが初めて仏像を作るんですけど、その時に、ダビデ像とかミロのヴィーナスとかそういう感じの非常に精巧で美しい仏を作る。でそれを今回龍谷から、特にその龍谷でも大事にしている、はい、龍谷の手法と言われるような仏さんを持ってきて展示しようと思って。あ、そうなんですね。仏教美術 その魅力っていうんですかね、そういったところを教えていただきたいんですけれども、ガンダーラに限らず、はい、仏教美術っていうのはその時代、その国で
まあ、最高の技術と、まあ、職人のその情熱で作られるものです、なので伊勢神宮の御神宝なんかでもそうですけども非常に精巧で緻密に作られています。なのでやっぱりその、実はそのガンダーラ仏だったら石像なんですね、で最高のものは石で作るっていうので石像、日本やったら最高のものは木で作るっていうので木なんですけどね、だからその、まあ、まずは一つは精巧さ、でもう一つはガンダーラだったらそのギリシャ系の人だったんですかね、まあ自分たちの顔に見せたりとか自分たちのその考える仏を作るわけですね。だからそれぞれの時代でそれぞれの仏の捉え方も違ってくるし、だんだん日本にやってくると仏様ってなんか遥か彼方の、今はおられない人に、人というか 神様みたいなことになってくるんだけど、ガンダーラの仏というのは本当に人間的、ギリシャ彫刻なんかでも人ですよね、だから理想的な人っていう美しい人を作ってる。そのあたりも見られるっていうことですよね、そこでそのやっぱりその美術のその歴史というかそういった道のりといいますかそういったものも体感できるっていうことになりますよね、それを見せたいなと思ってます。なるほど、ロマンですね、もうずっとそこまで辿っていくと紀元前までつながっているという。そうですね、開催される期間を教えていただけますでしょうか。4月の22日の金曜日から5月の22日の日曜日まで1ヶ月で、休館は火曜日で、ゴールデンウィーク期間も火曜日は休みです。あ、分かりました、なるほど。観覧料は大人300円ですが、高校生を含めて高校生以下は無料です。無料で、そうですか。いい歴史勉強になりますよね。はい、ぜひと思ってます。あとギャラリートークなどはありますでしょうか。私が喋るんで一応、仏への思いということで、私の父は秋月明のその仏教の捉え方みたいなのを中心に喋ろうかなと思ったんですけども、やっぱりそれプラスせっかくね、インドから、中国それから朝鮮の若干日本とあるんで、仏さんの見方、仏って言ってもいろいろあるので、如来がどれでどれ、菩薩がどれでということから、それぞれの国の仏さんの特徴みたいなところまで、ちょっと解説したいなと思ってます。なるほど。このギャラリートークは、場所ですとか日時ですとかそういったものは決まってますですかね。一応毎週日曜日、1時半から開催しますが、予約はいらなくって、美術館の展示室に来ていただけたら、お話を始めたいと思います。なるほど、ただあんまり多いと、やっぱりこの時期ですんでね。そうですね、ちょっと入場制限はさせていただく場合もあるかもしれません。わかりました。そのあたりはね、ご了承いただきたいということでございます、そしてもう一つ、基調講演、仏像のふるさと、ガンダーラ美術を訪ねてについての詳細を教えていただきたいんですけれども、これはいつ、どこで開催されるんでしょう。これは、5月の14日の土曜日、1時半から青山ホールで行います。これは内容はどういった感じの内容になるんでしょうかね。先ほどうちの父の美術、仏教美術を、この龍谷ミュージアムが設立した時に、寄贈頼まれたのがこの講演をお願いした宮地明先生っていう。あ、じゃあ今回この講演をなされるのが宮地先生。いろんなところの館長とか、まず初代、龍谷ミュージアムの館長でいらっしゃるし、なんといっても世界的に知られたガンダーラ美術の専門家研究者なんです、もちろん現地でも発掘されておりますしね、なので
先生にお聞きすれば、はい、あのガンダーラについてだったら一番詳しいかな、うん、なるほど。で、まあ、例えば僕先生と話したり本読んだり、まあ、先生の本読んだりして、あの、まあ、ギリシャローマの影響っていうのが実は今ある日本の仏さんにも大変強く現れてる、うん、例えばね、あの、はい、お寺の門に立ってるお兄さん、はい、あれの起源が実はヘラクレスだとかね、イギリシャの。そうなんですね。まあ、そんなことを教えてもらいました、ね。これはちょっとお話聞くとなんかこう楽しく楽しいというか面白いですね。そうですね、興味深いですね。あのこちら の, その基調講演に参加する場合、料金ですとか申し込み方法などはどうすればよろしいですか。はい、あの料金はもちろん無料ですけども、はい、予約がいりまして、はい、文化都市協会さんの方ですね、0595-220511 の方に、まあ、お電話いただきたいなと思います。はい、なるほど。じゃあこちらに、お問い合わせをいただいてと、はい、いうことですね。この、まあ、秋月明の愛した仏龍谷ミュージアムのガンダーラ仏の里帰りについて、もうすでに何件かお問い合わせなどは来てますか。私の方には直接聞いてないんですけど、元さんの方には聞いてるかもしれません。なるほど、はい、今回その何かこう見せ方といいますか、何かこだわりっていうのはあるんでしょうかね。7つほどのテーマに決めて、はい、その、まあ、例えば仏殿っていう、はい、あのお釈迦様の生涯をそのレリーフ、あの仏塔っていう、あのインドのお釈迦さんのお墓ですね、そこのところにレリーフとして飾られてるんですね、はい、それをあの順番に並べて釈迦の生涯をその現地 の, あのレリーフで展示してたりとか、はい、あのまあ、日本から、あのさっきも言った日本からあのインドまで の,、うん、あの仏像の移り変わりを、はい、まあ、展示したりとか、まあ、いくつかのテーマで、はい、なるほど、あのできるだけ分かりやすくという形で、はい、展示されるということですね。わ、はい、かりました。ではあの最後にですね、あのお聞きの方にメッセージをお願いできますでしょうか。まあ、最高にして最古の仏、あの惚れ惚れするほど男前な仏様をぜひ見に来てください。いいですね。それから、まあ、あの仏教について知りたい方もきっと新しい発見があると思います。そうですね。このあたりもあのお話もね聞きつつ、あの観覧できるということでございますのでね、お時間になればね、あのぜひお立ち寄りいただきたいと思います。さて今日はですね、この時間、青山歌の家春の特別展、秋月明の愛した仏についてお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。ありがとうございました。あっちどっちそっち ABS